氷林は、ヤシ科の植物で、南インド及びスリランカが原産である。英名から、タリポットヤシとも呼ばれる。氷林は、世界で最も大きいヤシの一つで、直径1.3メートル、高さ25メートルに達するものもあり、最大直径5メートルの手のひら状用と4メートルの、傭兵及び130の葉を持つ。また、植物の中で最大の果樹を持ち、 幹の先端で形成される分岐した茎から数百万の花で成り立つ。なお、里芋科のスマトラオーコンニャクは分岐しない茎での最も大きい花所を持ち、ラフレシア科のラフレシアアーナルディは単一の花として最大である。一年生の植物であり、樹齢30から80年の際に一度だけ花を咲かせる。単一の種を含んだ黄色から、 緑色の直径3から4センチメートル程度の果実を数千個結実し、1年かけて実が熟した後、枯れてしまう。氷林は東南アジアから中国南部にかけて栽培されている。歴史的に葉は培養を作成するために用いられ、尖り筆により東南アジアの様々な文化を書き綴られてきた。また、葉はそれ以外にもかやぶき屋根の材料としても使用され、 樹液はヤシ種の原料となる。マラバール海岸では数十年前まで農村地域で伝統的な傘を作るために葉を利用しており、マラヤーラム語でクダパナと呼ばれる。ありがとうございます。